はい、こんにちは。イメチェンチャンネルの内田です。今回はですね、皆さんスローモーションで全部を撮ってしまって間違えちゃったので、アフレコでお届けする謎のイメチェン企画です。大変申し訳ありません。でもですね、めちゃめちゃおしゃれな映像はいっぱい撮れておりますので、ぜひ皆さん見ていってください。では本編でいきましょう。どうぞ。ということで、まずね、カウンセリングのところですね。今回のお客様は、ミキさんですね。ミキさんは結構いろんな悩みがありまして、まず状態を整理すると、まず全体的にくせ毛さんですね。全体的にくせ毛さんで、かつハイライトが入ってるんですよ。くせ毛さんかけるハイライトなんですが、すごいね、毛先も傷んじゃってるんですね。で、ご本人の希望としては、基本的に髪の毛の広がりとか癖が落ち着けばいいなっていう風におっしゃってたんですよ。で、トリートメントとカットで選んでたんですけど、やっぱ癖があるから、宿毛しないことにはやっぱ伸びないんですよね。なので、宿毛した方がいいんじゃないんですかっていうのを今提案してる感じです。で、ミキさん的には宿毛矯正昔やったことがあって、ダメージの感じが怖いとか、ちょっと心配っていうのがあってやってなかったりとか、自分でブリーチしたそのハイライトのところにカラーリングをセルフでしてて、それがなんかちょっとアッシュ系だったかなんかの薬で緑になっちゃってるんですね。で、髪の毛ブリーチしたところに自分でカラーもしてるので、ダメージもあるから、シンプルに宿毛矯正自体がちょっと難しいんですよ。なので、宿毛はできないって思われてたところもあったし、僕的にも結構むずくねえかなっていうのがあって、カウンセリングをしております。これがビフォーの感じですよね。やっぱり広がりがすごいあると思います。結構でも似たような髪質の人いるんじゃないですかね。割とここら辺チリチリしちゃってるのと、やっぱりご自分でされてるカラーとかでも傷んじゃってるかなと思います。なので、今回はカットと宿毛矯正とトリートメントをすることになりました。で、カラーは後日ちょっとやりましょうっていうことになりました。で、結構やっぱダメージを本人気にされてたんですけど、癖で広がってる髪の毛ってやっぱダメージがあるように見えるじゃないですか。なんですけど、その宿毛で癖を伸ばしてあげると、ダメージしてても綺麗に見えるので、ダメージっぽくならないよねっていうところで宿毛しましょうっていう結論になりました。で、今からお薬を塗るんですけど、結構ブリーチをしててハイライト入ってて明るいところがあるんですよ。なんで、そこをちょっと塗り分けながら、トリートメント塗りながらちょっとやっていこうかなと思います。塗っていきます。では塗っていきます。体操の人知ってますか？誰ですか？似てるって言われたことないですか？あ、出た、似てるシリーズだ。ほら見て見て、三つ星体操ってやってイケメンで出るんですよ。なんか似てないですか？全員ですか？だって同じ顔ですよ、三つ子だから。めっちゃ似てますね。四つ子かもしれないね、皆さん、なんか誰かに似てるってすごい言ってくれて、大体こう皆さん誰かわからないで、そのままわかんないんですって言いながら帰るんですけど、今回はたまたま誰かわかりましたね。で、これでお薬を塗っていきます。一番最初にまずは宿毛矯正のお薬を塗っています。で、さっきね、塗る前の意気込みでも言ってたと思うんですけど、やっぱブリーチと宿毛矯正相性悪いんですよ、どうしても。なので、お薬をね、塗り分けてます。結構弱めの薬をまずは塗って、ブリーチした髪の毛でも耐えれるぐらいの薬を全体に塗ってます。要はじっくり弱めで火通すみたいな。で、最後に火通ってないところに薬を重ねていくようなイメージで、宿毛矯正のお薬のちょっと強いやつを癖が伸びないところとかに重ねていくと、なるべく全体を傷ませずに柔らかく仕上げることができるかなと思います。で、ブリーチされてるところは毛先がメインで多かったので、毛先はちょっと最初外してお薬を塗ってますね。みともちゃんと一緒に塗ってますね。で、今これみともちゃんが塗ってるのは毛先のトリートメントのお薬ですね。これで先に要は保護してるようなイメージですね。さあ、そして流して上がってきましたね。めちゃめちゃ綺麗になってますよっていう話をしてるところですね。結構いい感じですよね。このいい感じになった癖の状態から宿毛矯正は一旦乾かしますね。乾かした後にアイロンをして、その後お薬を塗りますので、その流してくるところまで結構地味なんでね、ちょっと一気に飛ばしますよ。今ね、シャンプーが終わりました。で、これがね、普段のお風呂上がりの状態なんですよ。で、今から話したいのはカットなんですよ。どうしましょうかっていう。この状態見るとまたちょっと変わってくるんじゃないかなって。結局まっすぐだから、まっすぐなのを生かして、しばらく。じゃあ短くはしなくていいですよ、ね。あ、でも、一人でとか切る。あ、ちょっと切りましょうか。はい。一人ちゃんは、これぐらいにしましょうか。はい、あとは、ここどうなっていきたいかですね。もし、ボワってなんないんだったら、違いに経験してみたいです。ああ、いいじゃないですか。胸が似合うからね。ちょっとこう、綺麗な感じしていきたいですか。それともちょっと可愛い感じしていきたいですか。でもやっぱり1回は長くてこういう、うんうん、フェミニーな感じですね。やっぱそっちですよね。うん、そしたらじゃあちょっと伸ばしやすいようにしていきましょうか。で、前髪は今自分で切ってますか？前髪
早めに作ります。この前ここでも作りました。あれ。もうなんかそうですよね。来るのが決まってたから。うんうんうん。横切っちゃってますよね、多分ね。ここも短いかなと思って、ここら辺まで少し伸ばしてサイドバンド作ってあげると、まっすぐにしていくと手前の時にバランスが取れる。今結構ワイドバンドになってるんで、四角くなってるんですね。いや、そこが広いんですよ。ここが小さい。でも切っちゃったですもんね。はい。そう。すいません。そう。まあ、基本的にやっぱりちょっと短いところがあったんですよ。特に顔周りが短くて、僕よく長めに前髪とかよく切ると思うんですけど、あれをちょっと作りたいっていうところだったんですけど、まあ、なかなか今の状態だと難しいってところで、まあ、まずは全体のバラつきを整えて内巻きに入るように切らせてもらってます。で、ね、毛先のね、このお花の切った後のきらめき、このね揃い加減が最高ですよね。癖で悩んでる方いると思うんですけど、癖があるとねやっぱ揃わないんですよね、ラインがね。で、別に癖がダメとかじゃないんですけど、宿毛矯正やってあげると落ち着くので、すごいこうサラサラになると思うんですよね。ほら見てください、めっちゃ綺麗。これで今乾かした後ですね、ドライカットをしております。超綺麗、サラーンってやってますね。サラーンと。で、今回のメイン自身の、ね、顔周りですね。やっぱりちょっとここ短いんで、上から持ってきて繋ぎましょうっていう話をしてます。で、この時なんかすごい喋ってるんですけど、何話したかちょっとねもう忘れちゃったんですよね。何の話してたかな。多分なんか韓国のアイドルかなんかの話をしてたような気がしますね。で、毛先はこれアイロンで巻いてるとこですね。巻くと違いますよね、やっぱね。で、オイルをつけて、で、癖毛の方は特に巻いた後とかにオイルつけてあげるとまとまり良くなるし、癖が伸びてきた時にもすごい収まり良くなると思うんで、絶対つけてほしいですね。さあ仕上がりです。どうでしょう。ここからはせっかくね音声取れてなかった代わりに手にした4倍スローモーションでハイパーおしゃれな映像をお届けします。ではどうぞ。どうですか、めっちゃ綺麗。すごい喜んでくれてますね。エンディングはなぜか撮れたんで、エンディングはこちらです。今日はありがとうございました。ありがとうございました。いや、忘れてると思ったけど、見なくてもいいです。ビフォー、すごいね、ぐちゃぐちゃです。焼きそばぐらい割とありましたよね、はい、なんかこの中間ぐらいからやっぱ特に痛みが出てて、はい、ここら辺がすごいパラ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 となってるかなって感じです。これが、ほらめっちゃ綺麗じゃないですか。これいい笑顔ですね。後ろ全然違いません？全然違いますね。ありがとうございます。どうでした、やってみて。勇気を出してきた甲斐がありました。あ、本当ですか。意外とでもなんやかんや大事でしたね。宿毛したらテープやればよかったかもしれない。そう言っていただいて。あ、でもなんかこれが宿毛で治るのかやっぱ分かんないじゃないですか。です、ね、自分だと、うん、何をすればいいか分かんないから、うん、本当にオイルとか、うん、シャンプー、トリートメント、うんうん、めっちゃ買って試したんです。それこそ髪質改善なんかと思って、ね、アイロンやったりとか、でもそれがこう施術で治るっていうのがやっぱり分かんない。それこそ自分でなんかいろいろやってダメだけど、うんうんうん、やっぱりお医者さんの判断って、うん、やっぱ診察がいるじゃないですか。そうですね、その診察を誤るとすごい遠回りしちゃうから、そこでやっぱり調整がいいよって診察をしてもらえたのが一番良かったかもしれない。ああ、良かったです。皆さんも勇気を出していただいてよろしくお願いします。勇気出した方がいいですよ。してください。先生、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。こんな感じですね、癖でお困りの方って意外といるんじゃないかなと思いますので、ぜひね、宿毛矯正だったりとか髪質改善、うちの千住チームの店舗どんどんできておりますので、ぜひね皆さん見ていただけたらなと思います。で、またこんな感じでですね、ぜひ私もやってほしいよって方はですね、ぜひモデルさんを募集しておりますので、概要欄の方からですねご応募いただければと思いますので、よろしくお願いします。